肺がんの人に現れる7つのサイン。日本で1年間に一番命を落としてしまっている人の原因はがんです。早期に見つけることができれば治ることもあるのですが、進行したがんはなかなか完治することができません。そのため医療の発達した日本でも1年間に36万人以上ががんによって亡くなっています。またそのがんの中でも肺がんでの死亡率が一番多いのです。今回はそんな肺がんになっている可能性がある人に現れる7つの症状を見ていこうと思います。止まらない咳。軽く 1,2 回の咳ならば何の問題もありません。感染症による咳も通常1週間以内には治るはずなので、早めに治すようにしましょう。しかし咳が2週間以上続く場合は医師に相談した方が良いです。特に痰に血が混じっている場合は肺がんの可能性があります。要注意です。息切れ、息苦しさ。息苦しさは肺がん患者によく見られる症状です。原因は肺がんにより肺に水が溜まってしまったり、肺の血管が圧迫されてしまうことで息苦しさを感じます。スポーツが好きなタイプなのにもかかわらず、最近階段を上るときにスタミナがない、なんとなく息が吸いづらいと感じている方は要注意です。胸、背中、肩の痛み。息を吸う、笑う、咳をするときに胸や背中、肩に痛みが出る方は注意してください。がんが進行すると脊椎への転移が見られるようになります。それにより腰や背中に痛みが生じるのです。整形外科で治療を受けたりしているにもかかわらず改善が見られないという場合は、肺がんの可能性についても考えてみるようにしましょう。呼吸がピーッと口笛みたいな音がする。呼吸するたびに口笛のようなピーッと音がするのは気管支が細くなっているためです。そのため肺がんとは限りませんが、喘息や他の呼吸器官の疾患の場合もあります。この症状がある方は一度医師に相談してみてください。原因不明の原料。がん患者のうちおよそ半分の方はがんと診断された時にすでに痩せ、体重減少が起こっています。がんは体の新陳代謝を狂わせてしまいます。体重が減った、食事を受け付けないという方は見てもらった方がいいでしょう。嘔吐、悪心。肺がんが副腎の両側に転移すると副腎皮質ホルモンが不足します。そうなると嘔吐や悪心などの症状が見られるようになります。低血圧や腹痛、ショック状態などの症状にもつながります。これら7つの症状があったからといって必ずしも肺がんとは限りません。がんの恐怖を煽っているわけではありませんが、がんなどは早期発見が何より大切なので覚えておくといいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。